マイケル・ライアン・マグリンチーは、ニュージーランド・ウェリントン出身のプロサッカー選手。A リーグ・セントラル・コースト・マリナーズ・ AFC 所属。ポジションは、ミッド・フィールダー。ニュージーランド代表。生は、マグリンチェイ、マグリンキーの表記も。ニュージーランド・ウェリントンで生まれ、9ヶ月の時に両親と、スコットランドへ移り住んだ。5、6歳の頃にサッカーを始め、9歳で、 セルティック FC のアカデミーへ入団した。2005年トップチームへ昇格し、17歳でプロデビューした。2007から2008シーズンはダンファー・ムリン・アスレティック FC へ期限付き移籍したが、足の付け根の怪我の影響で2008年1月にローン期間途中でセルティックへ復帰。2009年夏、契約満了によりセルティックを退団し、 オーストラリア A リーグのセントラルコーストマリナーズ FC へ完全一席。同年8月6日、シーズン開幕のメルボルンベクトリー FC 戦でプロ初ゴールを挙げた。2010年1月、FIFA ワールドカップのメンバー入りへ向けてチャンスを広げるため、スコットランドへ戻り、マザーウェール FC へ期限付き移席。セントラルコーストへ復帰後は、グラハム・アーノルド監督の下 中心選手として2011から12レギュラーシーズン、2012から13、ファイナルシリーズのタイトル獲得に貢献した。2014年より、アーノルドが監督に就任した、日本の J リーグベガルダ仙台へ期限付き移籍。同年6月、契約を解除して、仙台を退団した。同年9月、ウェリントンフェニックス FC へ完全移籍で加入。2018年6月、 セントラルコーストマリナーズ FC に2年契約で復帰。2006年、U-19 スコットランド代表として、UEFAU-19 欧州選手権2006に出場。決勝でスペインに敗れたが、2007FIFAU-20 ワールドカップの出場権を獲得した。翌2007年も引き続き U-20 スコットランド代表として、 u 2 0ハイのメンバー入りを果たし、グループリーグ2試合に出場した。2009年、フル代表では、ニュージーランド代表としてプレーすることを選択し、同年9月9日のヨルダンとの親善試合でデビューした。2010FIFA ワールドカップのメンバー入りを果たすも、出場機会は訪れなかった。2012年のロンドンオリンピックでは、オーバーエイジとして出場した。 その他の公式戦、ありがとうございます。